12月の18日、ジャンプフェスタ2022が行われまして、まあ、そちらの方で新情報いろいろ出てきたので話していきたいと思います。アニメ関連だけなんですけれども、まずは、スパイファミリーのアニメに関して、スパイファミリーのアニメ化が発表されていたんですけれども、放送時期が2022年の4月から放送とのことが発表されました。まあ、さらに、分割2クールでの放送ということでございます。まあ、さらに、新キャストも発表ということで、主人公のロイド役、 江口達也さんだけ発表されていたんですけれども、まあ、今回、えっ、ー、と、夜とアーニャの声優さんも発表になりました。えー、夜役が早見沙織さん、アーニャ役が種崎厚美さんということでございます。なんかめちゃくちゃ予想通りなんですけれどもね、特に早見沙織さんなんか、もうこれだろっていう感じのね、すごいハマってるなという印象を受けました。はい、ということで以上がスパイファミリーの情報でございました。続きまして、アニメチェンソーマンに関してなんですが、まさかのほぼほぼ情報なしということだったんですけれどもね、アニメの方は2 0 2 0 2 0 2年放送ということが発表ということで、えー、それ以外ですねチェンソーマンまあ、漫画になっちゃうんですけれども第2部の方がね2022年の夏からですねジャンプラスでやるということでございます第2部がめちゃくちゃ楽しみなんですけれどもね、まあ、アニメの方もね新 PV とか諸々発表されるのかなとも思っていたんですけれどもまさか情報なしとは思ってもいませんでしたがということで以上チェンソーマンでしたで続きまして、まあ、新作アニメ化ということで、えー、矢吹健太郎先生の新作やかしトライアングルがアニメ化発表され こちちらら別ででね、まあ、動画出しししておりましたのでそちらはよろしければご覧くださいえ、続きまして、これがね、一番テンション上がったんですけれども、アニメ、ブリーチ、千年決戦編の、えー、新情報が発表となりました。えー、千年決戦編は、ブリーチの最終章にあたる部分になってくるんですけれども、前にね、アニメ化発表がされていましたが、まあ、この度ですね、2022年の10月から放送開始との発表がありました。それに合わせてね、ティザー PV ビジュアルも公開となったんですけれども、いやー、PV がね、めちゃくちゃ めっちゃかっこよくってね、さすがのブリーチだなって感じしましたね。えー、千年結成編はね、久しぶりのアニメ化というかね、ブリーチアニメになったのが最後8年前とかになってくるんですよね。 まあ、死神大行消失編っていう、まあ、第2部の、まあ、最初のところまでしかね、アニメ化されていなかったんですけれども、まあ、肝心の完結編がアニメ化されていなかったんですよね。まあ、それはこの度千年結成編でね、アニメ化ということで、まあ、どうやらね、原作最後までアニメ化するようです。はい。まあ、ということで以上がですね、ジャンプフェスタ20221日目のですね、アニメ関連の新情報でございました。いやー、やかしトライアングル。まあ、それとね、ブリーチの PV がかっこよすぎてテンション上がっております。あとはね、チェンソーマンの新 PV とかあったら最高だったんですけれども、 でもね、はい、ということで、えー、以上、そんな感じでございました。それではまた。